19歳の時からのすごく素敵な思い出がある。人生で初めてパリに行って、ちょっと寒くて、秋の時、本当にドビュッシーの音楽とドビュッシーのパーソナリティもっと深く知りたかったな。それでペアラシェズっていう墓地に行ってきた。そこはドビュッシーが埋葬された。そこで音楽聴いてて、もちろん先にドビュッシーの第一教師曲、それからいろんなピアノのための商品、それで待ってた。なんか感じるかな、何もなかった。全く何も感じてなかった。なんかもしドビュッシーが住んでた、生きてた町にいると、多分なんか感じるかなと思ったけど全然。でもね、本当に彼の音楽深く理解したかったら、正確にどこかのとこにいなくても全然大丈夫。なんかね、公園に行って、自然に行って、山の上に行って、ただ深呼吸して、風を聞いてて、海のとこに行って、ただ見てて、それの奥にどうやってお日様が上に来るか。ドビュッシーの音楽どこにもある、どこの中にもある。彼が本当にどうやって素材の世界を音楽で説明することができるか、すごいすごい、そういうスキルがあった。みんながよく言ってることは、彼は一番最初の印象派の作曲家だったなんだけど、彼はこのタイトルを全く好きじゃなかった。なんか合ってないと思いました。確かに絶対ドビュッシーが絵とかアートとかより文学とか自然から、絶対それからの方が印象をもらった。特に文学が大好きだった。フランスの詩、ボーデュアールとかマラルメの詩が本当に大好きだった。ドビュッシーが本当に小調が大好きだった。自分でも詩書いて、自分の歌の文章のために使った。本当にドビュッシーがフランスのクラシック音楽を作った。もしドビュッシーがいなかったら、もうラヴェルとかブレズとかメシアンもうならないと思います。どうやって半音階とか半音のハーモニーチェンジとか全音階スケールとか、なんかいろんなテクニックどうやって使ってるか、それでやっぱりクラシック音楽がトナリティを使ってる方法をリフォームしたと思います。私は後半です。これはクラリネットアンソロジーです。楽しんでください。1909年、ガブリエル・フォレイはパリ音楽院の学長だった。彼がドビュッシーを社長たちのメンバーにお願いしました。Le Conseil Supérieur。知ってる、フランス語で何て言ってもそれはすごいおしゃれに聞こえるんじゃない ?Papier Toilette。ドビュッシーが素敵な新しいポジションを持って、それで一番最初のやらなきゃいけないものは、クラリネットの試験のために新しい2曲作曲しなきゃいけないだった。これはどうなってる、ちょっと見せるね。クロード、はい、ガブリエル、社長たちとちょっと話があった。あなたのことをメンバーにしたいです。あ、そうなんですか。すごく嬉しいんですけど、これで私の給料も大きくなりますか？いいえ。じゃあ、私の自分のオフィスもらえますか？うんうん。自分のレッスン室かな？うん。でもね、このチケットでカフェテリアで 50% ディスカウントできるよ。あ、じゃあ、わかった。そう、何をしたらよろしいですか？そうですよね。それはね、これからクラリネット試験あるでしょうか。じゃあ、それに新しい2曲書いてください。
はい、もちろん全然大丈夫です。でもね、私はプロの作曲家だから、その2曲書いてお金もらえるんですよね。No, no, 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 全然。でもね、多分100年後、なんかバカのクラネティストがこれについてなんか YouTube 動画するんじゃない？半分冗談、半分冗談じゃない。なんかね、こういう動画でただクラネットについて話しより、もうちょっとなんとかあげたいな。誰か素敵なポジションがあるかないか変わらない。本当にポジションあるかどうかどうでもいい。今の世界で何を話しするより誰が話しするのことが大事になってきた。教えてることが大事、けど教えてる人は大事じゃない。ドビシがね、すごく面白い人生だったんですけど、この動画でその全てのことを話しするじゃなくて、もうちょっとなんかエッセンスような話する。それから私たちもなんか学べるし、とどうやって、なんでドビシがそのジーニアス素敵な作曲家になったか。ドビシがとても音楽関係ないの家族に生まれた。お父さんが中国のものを売ってるお店やってた。お母さんがハリコだった。音楽じゃないような環境に生まれたし、子供頃ちょっとカオスだったけど、それでも多分19世紀と20世紀の大事なインパクトがあるような作曲家になった。ここの意味は、どんな環境に生まれても将来として関係ない。どんな人にもなれる、何でもできる。生まれた環境で何も決めてない。もともとピアノ勉強すごい頑張ったんだけど、いっぱい練習した、いっぱいピアニストになるようにすごい頑張ったんだけど、それより作曲することの方が上手とか、そのこと気づいたら、やっぱりそれにスイッチしてできたんじゃない？できたんじゃない？誰かハングリーのクリティックスが、ドビシがハングリーに行った時、あの自分の作品、演奏してピアノで、そのちっちゃい太ってる指であんまり音が出ないねって言ったけど、本当は作品みんな大好きだった。ドビシはなんかクリティックスでいつもあんまりラッキーではなかった。なんかね、あのごめん、ちょっとこれ頑張る。ボクシンの午後への前奏曲で合ってる、 The Afternoon of a Faun、 それを、プレミアした時、あの誰かクリティックスが、あーファウンかわいそう、あの午後が大変だったねって書いた。 ひどくない？全部で言いたいことは、ただ自分でやってることはいろんな人が理解できなかったら、ってことはあなたが悪いとかあなたが良くないってことではない。関係ない。ここで面白いつながり。バートクもたまにお客さんがからの音楽あんまり理解できなかったんですけど、バートクがパリに行った時、バートクを招待した人が、あのその時の有名な作曲家に紹介したかった。それはヴィドルだった。でもバートクが絶対ヴィドルじゃなくてドビュッシーを紹介してほしいって言った。バートクもその時すごい分かった。ドビュッシーが本当にジーニアスな人。ね、ドビュッシーについて多分何時間何日間も話すことができるけど、今日話したいことはドビュッシーの第一教師曲。あのね、第一教師曲は商品プティピースと一緒に作曲された。それはあのプティピース、あの商品が初見のために書いた。すごくない？その時パリ音楽院で初見の試験もあった。それから1911年、ドビュッシー自分でクラソロとオケのためにも編曲した。
そう。これ私だった。160キロだった。頑張った。結構頑張った。いつもよく考えてる、どっちの方が好きか、ピアノかオーケストラけど、やっぱりピアノがなんかインティメートな雰囲気がある。だから、まあ、それの方が好きかな。もちろん、試験のために作曲されたんですけど、割と早くみんな気づいた、どのぐらい素敵なマスターピース。もちろん簡単じゃない。なんか、ブレスコントロールとか、ピッチとか、テクニックとしての、なんて、すごい軽く、はっきりしてるテクニックできるかどうか。まあ、簡単じゃない。簡単じゃないね。この曲、3点半、4ぐらいのモチーフしかない。それから全部作ってる。本当にすごく面白い。なんか、すごくシンプルな、モチーフ、なんか3度とか2度の関係で、だから、いつもそれで素敵なメロディーできる。だからこんなシンプル とかこんなモチーフが少ないのことをあんまり気づいてない、全然気づいてない。これはメインモチーフで、たまにこんな感じ、たまに中にもう一つハノンが入っちゃうとか、たまに逆になってるとか、なんかね、たまに中にハノンが入っちゃうという言葉。いろんな状況でいろんな、形で出てくる。最初に出てくるの Do it expressive って本当に好き。なんかこんな静かシンプルなところでも結構表現したいの気持ちがある。なんかそこで生まれるみたい。どうやってドビュッシーがいつもすごいフィジカル素材、肉体的なんていう、の感じに音楽をするか、ここもラダリアタンバラダダダリ、なんかジェットコースターようなヨダリアタンダダダダダティダリダテン。ドビュッシーがトリトン本当に大好きだった。トリトンって4度と5度の間のなんていう、これわかる？これは昔の音楽の歴史で、昔のヨーロッパのクラシック音楽はクリスチャンの宗教の印象で作ったものだった。これはトナリティとしてハーモニーとしてすごく安定してないのハーモニーだから、これは鬼からのハーモニーって思った。だから使っちゃダメだった。でもドビュッシーが大好きだった。なんでかゼノンカイスキルでもよく出てくる。ドビュッシーゼノンカイスキル大好きだった、本当に大好きだった。ここはいろんなところで出てくるんだけど、例えばね、最初の方は F の音で遊んでるでしょ。すごく面白くない？どうやってドビュッシーがハノン変わってハーモニー、まあハーモニーチェンジするか、最初からずっとこのハーモニーで遊んでるでしょ？それでもうハノンの上に上がっちゃった。でも本当は気づいてない。すごい上手にするから気づいてない。すごくない？本当にメロディーが始まるとき、Do it penetrant。って書いてある。Do ってドルチェ、penetrant、それがなんか、Hey Siri。Uh-huh. How you say penetrant in Japanese? In Japanese, penetrant is penetrant. Penetrant? 合ってないと思う。浸透剤で合ってる？ピアニッシモだっても、すごいソリスティックな感じ。最初はずっとこんな瞑想的な
雰囲気、それからどんどん次のモチーフに開ける。咲く、咲く。このモチーフがこれからもよくまた出てくる。このところはね、多分一番ゼノン回とつながってる。これからまたちょっとバリエーションような形でトライトン、これ見つかっちゃう。なんかね、このトライトンまたいろんなところで出てくる。例えば最後の方にも、ここからすごいきついところが来る。これは隣の音だけでしょ。ドディ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 。でもすごくすごく難しい。なんかクラはそんなになんてやりやすい楽器ではない。いっぱいおかしい指があるから、これコンサートで緊張するな。ここは緊張するな。次のスケッツ&ね、ここは新しいモチーフが出てくる。なんかここはね、すごい遊んでるっぽい。なんか子供たちがどのぐらい、きつくひどく遊べるかちょっと試してみる。結構きつくできるんじゃない、子供たち。ドビュッシーが本当にすごい早くはっきりして分けてる。ダイナミック聞きたいな。盛り上がってるクレッシェンドからいきなり次の音でまたスビトピアノ、クワジスビトピアノ。何もなかったみたい。もしあなたはクラリネティストじゃなかったら、クラのために書いてある曲の中、どこが一番きついフレーズがあるか、ここ。これ。できるにはできるけど、心配。本当に心配。どんどんいろいろあったから、また元々のテーマに戻る。でもここは1回目の伴奏じゃなくて、隣の音でノリ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 してる。なんかこれはね、ドビュッシーのラメー、海だ。ザ、海。The sea。でも同じテクニックやってる。なんか、なんかドビュッシーは、ドビュッシーお水大好き。ドビュッシーが水大好き。どんどん盛り上がって、頑張って、それから、じゃあアニメ。この最後のフィナーレみたいなところで、ほとんど全ての今まで使ったテクニックとモチーフが出てくる。なんかね、例えば、クラのために使ってなかった、そこまでピアノでしか出てこない、なんか上に上がるハノン階の、ドラララン、ティラララン、のモチーフが、ここ、クラでもすごい頑張ってるように出てくる。それから終わるのため、一番最後のモチーフが一番最初のモチーフの逆のものです。
この動画を見てくれて本当にありがとうございます。いつもPatreonでもサポートしてくれる人たちもいつもありがとうございます。もし、これから誰かPatreonページでサポートできたら本当にとてもとてもありがたいです。下の概要欄でそのリンクもあります。いつもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。